竹井照子10チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、まあ嫁さんにちょっとサプライズというか、ちょっと鍋とかね、まあお刺身とかちょっと用意いたろうと、もうすぐ仕事から帰ってくると思うんですけども。っていうのは何かというと、嫁さんがですね、長年こう挑戦し続けてた、国家資格の試験に見事合格しまして、まあ何の資格っていうのはちょっと詳しくは言えないんですが、なかなか取れるもんじゃない。俺も知ってます、その資格は。それはもう受験を受けるシード権を取るための2年間が必要であって、その試験をクリアして、その、試験を受ける、ね、シード権を得て、それでそっからまた、実務経験が何年か必要であってみたいなところで、それでまあ去年受けたんですけど、去年は4点ぐらい足らへんかって、こうまあ不合格やって、でまあ今年受けて、まあそれで、まあ本当に試験が終わりまして、まあ自分で採点して、あ無理やって言うてて、また来年やって、まあ大抵受かってないみたいなんで、もうそれでまあ嫁さんはもう来年に向けて、俺それは偉いなと思う、もう勉強をもう来年に向けてこうずっとこうしてましたよ。いやそれは偉いなと思う。俺もそのね、 R1 とか、それからまあいろいろもうこういう勝ち抜いていくやつとかでね、決勝に準決勝いけてるかとか、3回戦でガクン落ちたとかなったら、もうネタ作る意欲も1、2週間なくなるわけよ。で次のステップにまた前に向いてっていうところで切り替えるのに、あ嫁さんはそれ偉いなとか思ってたんですよ。でまあ、昨日その、まあ、ネットで今、わかるんですよね。合否が出たんですよ。で、帰ってきて、もう、早見や、で、いや、もう、そんなもう、見たないとか、言って、見るんやったら一緒に見て、と、いや、俺も見たないわ、と、どうせもう、自分ではどうやねん、とか言って、いや、もう、落ちてると思うと、まあまあ、それはもう、しゃあない。また、来年もあるんやから、まあ、頑張れ、みたいなこと言って、ほんで、まあ、ご飯食べて、ね、まあ、お風呂も入って、ね、寝る前に、見て、とか、いや、俺はもう、要民は、もう、お前自分が見、みたいなんで、ほんで、違う部屋で一人で見てて、ブワーしてきて、ちょっとって、ちょっとこの番号何番か言うてってんで、S の何々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 って言った。へえとか、お前どないしたんや。へえこれ見てとかさ、その番号な、お前受かってるやんけ。へえみたいな、ちょっと待って、もう一回ちゃんと言うてって、S の何々何々何々、どうや受かってるで、わー泣き出して、俺ももうちょっともう感極まってもて、っていうのは何かって言ったら、本当に大変というか、もうなかなか受からない資格の試験で、ほんで俺はもうこの1年間見てたのは、まあ彼女はその仕事を、責任のある仕事をやりながら、それはもう通勤するときに暗記帳でもうずっとこう見ながら勉強してて、ほんで休みの時なんかはもう家では集中できないから、つって町田の図書館に行って、一日こもりっきりで、それをずっと一年間続けてきて、だからこう、二人で出かけるとかそういうのもあんまりなくなって、俺のライブにも、ずっとこう見に来ることもなかった、そんな時間より自分の時間をもっていうところで、俺もそっちを優先しろみたいに、でそれで、やっぱりあかんのちゃうかみたいなこと言ってたんですけど、受かって、ほんで俺は、すごいその喜び方が、本当に高校の受験を受かった時のあの喜び、俺もその高校時代ね受かった時のあの喜びが、もうやったーやったーっていうと、ほんまよかったの。それと逆に俺、本当にまあね、お前の嫁のことは話知らんがなって言うけど、まあこれなんで、まあもうあえて配信してるけど言うたら、まあ皆さんもそうですけど、自分の彼氏であったり、彼女であったり、旦那さんだったり、嫁さんだったりとか、やっぱりね、
俺やっぱりすごい自分の嫁さんを尊敬するなって、やっぱり結果出しよったなっていうのが、やっぱり努力ってやっぱりちゃんと結果がついてくるんやっていうのを、なんか嫁さんに教えられたような気がして、まあこれ嫁さんのこと自慢してるって、お前はなんやねんっていうところで恥ずかしいところがある。まだ俺何にも結果出せてないし、それで本当にね、まあ今日は祝ってあげようと思いまして、うん、まあ本当にね、こうやってトイレとかね、それから食べるところにこういう風に全部の暗記せないかんもんを入れてたりとか、書いて貼ってたりとか、そこか、ここはね、まあ僕がちょっと、はい、ということで、まあ今日はね、豚しゃぶの鍋と、それとまあ刺身、ほな、乾杯しましょう。はい、ありがとうございます。お前ないの？シャンパンもこうでいいだよね。おほな、シャンパン乾杯しようよ。おぉ、ほな、あれだし、シャンパンのグラス、はい、これでも安いやつや。それちょっと、ん？おい、線路際に生えている食べられそうな植物はみんなお雑炊にしまった。うっ、あ、怖い。ちょっとまた向いてる。目開けて、ちゃんと目開けて。なんで私向いてる？あ、どういうこと？ねじるやつか。もうやめて。目開けて。私でも真っ直球で向いてて。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。うん、あー、なんか祝いの味はね。祝杯ですか？祝杯の味はね。どうですか、長年苦労してこうやって祝ってもらえるのが嬉しい、うん、よいしょ。俺ビール飲む、うん、お前ビールやんの、うん、ポン酢がいるんちゃうか、叩き。おお、ほんとにどこにあんの？外外。よいしょ。あ、うまい。どうした？どうした？はい、食べてください。なんでどうしたん？知らん。何？なんか見えた。いや、あれはどうしたんだ、そんな慌てはダメって言う。このクッションがな、うん、ピーのクシュンクシュンだらけで、ちょっとあんまチレじゃないねん。ザラザラしてんの、これ言ってることわかんね。ピーのクッションはもう治らん。治らした？うん、自分ではもう俺いらんから。うん、うまい。おろしちゃうわ、あれいらんの、うん、まあほんでもよう頑張ったわの。まだちょっとほんまにあれやねんで。
これで間違いでしたよと思うんだけども、なんかそれぐらいの気持ちでとかんと、うん、そん時の落胆たら半端ないやん。いやもうお前ちゃんとあのネットでちゃんと載ってるやん、間違いない。私な、まだ何点で合格したんやろ。それ点数も返ってくるの？うん、返ってくる。去年のやつ私抱きしめてまだずっと持ってる、悔しさあまり。まあ結果出すのは偉いわ。だけどあの私は1回目はもうほっちゃかったけど、うん、これお湯どれぐらい入れたよ。お水さあな、400ぐらい。よっしゃ入れてな、それの半分ぐらい。はいです。あの結果は、うん、点数はな、うん、自分の結果が届くやん。それしてん方が、私今回そこは自分の過去で前のテストどこが弱かったかとかよう見とったもん。クソって思いながら、あのね、失敗を見れる人が正義。これ俺値段滑ったやつとかね絶対見えへんねん。でもやっぱり見ること、だから1回目はもうクソと思って捨てたやん。だけどそのなんかそこ自分の弱さをっていうのをいろいろ分析しなあかんっていうのを教えてもらって、あの誰に教えてもらう、あのね皆さんね、1回でね、講師会ね、あの人から電話あったことも大変びっくりやったね。なんか雲の上の人から、講師の言いようがですけど、向こうに腰がないし入れまうわ、積み上げようか、ゴミ箱近く置いてた方が、はい、そのゴミね、すぐゴミね、すぐするゴミだ、うまい、すぐするゴミだ。ディズニーランドあいつ行く？おお、もう並ぶんとか平気なん？うん、あんまり、いやほんなら別にええよ。井出光さんの家ってどこにあるの？足立区。足立区、うん、どうした？渋谷にディズニーショップがあるの。まあまあ、お前ずっとおんない。いや、あの撮影してくれてる人が今度の俺の歌を録音しませんかって、渋谷の店で。それ秀美さん終わりでそこ行こうと思ってるんだけど。あ、ほな渋谷で私ちょっとディズニーショップ行こうか。ええの？わ、別れ別れになる。別れ別れで。なんで私勝手に帰るの？自撮りで帰らなあかんね。ええの？うん、いいよ。スタジオ入れへんやろ私は。まあ入ってもいいけど、そう初めてのところやからね俺も。スタジオちゃうで、店や。お店？ライブ。これ1個しかない。なんで？でもこれは1個ずつやで。あ、そうだ、ダメな。うん、今日1日半額やったんや、これが、うん、まあまあ帰り半額終わっとったが一番なんかじっくりこう考えた時に思ったって、あ、お父さんが2回とも生きながら生きてくれたはるやん、うまい、
の、うん、お前の試験の前に死にかけたやつの、うん、ほんまに同じ日に去年も今年もやの、うん、踏んで、まあ昨日ライン分かってすぐお姉ちゃんといつかにライン入れてたよ、うん、ね、ね、どない言うたおめでとう、よかったおめでとう、よかったなって、もうあのほらもう試験優先していいしって今回も言うてくれてて、うん、もうお父さんがどうのこうの死んでどうのこうだってもう気にせんとうちらがやるからあんた試験集中しって言ってくれてたし、ほら喜んでくれたとともにみんなの頭にうすらで、あ、4月確定かっていう、お母さんのうちらが呼んでんのはお父さんがそれを待ってんねん、待ってんのかの、お母さんの命日にか、さあね、お母さん命日いつや、うん、4月10日もうそれって私らもみんな思ってるじゃん、うんうん、私は今回受かったん、うんうんうん、みんな多分言う言葉にはしてないけど、うんうん、あっお父さん4月やなって、お前がしお父さん分かってないんか、試験受けてるとか、そういうのは知らん、分かってない、うん、言うてないなんか他人同士の、まあ、お母さんが気も言って何回も追い返してはるし、あれやけど気もなんか言うてえまあそこまでお父さん昏睡状態で、どこまでしてお母さん追っかけるかって感じ、お母さん好きなん、幸せやで、親がそうやって母を思い、父を思い、うちの親父もお母もやっぱりそうやったもん、うん、だからその離婚とかそれがなんか許せない、これはだからなんでグレたんか私には不思議で、あったかい両親がちゃんと揃ってて何にグレたんやろう思って、グレたわけじゃない、やんちゃだっただわだけや、何に対して腹立つとかそういうのなかった、何もない、お家帰ってあったから、みんなは何ちょっと壁がない家とかに帰ってあるのかどんな家俺の家もそんな近かったわ、壁のない家が近い自分はあったかい、だから言われてへんかった、自分はペンちゃん愛の家にお父さんお母さんいてって、それは俺もちょっと家を美化してるだけ、そんなとんでもない家庭やっぱね、でもなんなんやろ、そういう家族とか、うん、そういうのは感じたの、そうやろ、うん、なんか家に帰ったらあったかいとこがあるっていう、その居場所は家隙間だらけやったね、お母ご飯なんかないのとかって言ってたら、うんうん、ないって言ってたそこらにあるもんって そこらにないやんけって井上家って呼び、井上のそうだ、ね、井上でつけてもうてばいい、買ってきていい言うてくれて、まあでも深い愛情をだからただただやんちゃして自分は遊んで、みんなはほんまにグレて何かの寂しさを、まあ、
ね、あ、まだかもだ。いや、ちょっと今日は時間あったから、もう妄想の猛虎ちゃんでな、ちょっといくつか求人見てて、やっぱさ、福祉の世界の求人よさ、これいかほどこんな資格取ったとしても安いんだ。で、いいところは地域包括センターって言って世田谷区とかだと地域ランクが高いわけよ。でもお前はそれがやりたいんやろ、うん、そしたら悩むわけ。あ、この石井寄りの病院なんかさ安いと思うね。めっちゃ安いね。それやっぱ世田谷とちゃうもん。そうよ、お前がちゃんと今の職場の責任も出会ってちゃんと終えて、だからでもそこにぶら下がりたい人もおるわ。その空気から抜けたくない。でもやっぱり自分の人生のスキルアップでこうやりたいことで、しんどいところに飛び込むっていうのはやっぱ俺もそういう考えだったからね、うん、そうでなかったら東京なんか出てきてんまいな、こいつさえな見せてやって、よう、ほんまによう、それふんぎり見せてやって社長って言われてて、やっぱりそっから行ったらまた、ま、ゼロからやん。ゼロからやん。で今やった、ね、アルバイトしてるやん、うん、だそれは何かって言ったらやっぱり景色を自分の中でちゃんと見つけてるからや、うん、だからやっぱりみんなそっから外れたくないからそこでおるとか、うん、おることが悪いことじゃないし、ないけどね。よう、ほんまやねんな。別に生活も安定してたわけやろ、うん、小銭もあったわけやろ、うん、店も流行ってたりね。よっぽどそれを捨てる覚悟ってすごいかった。そらずっと苦しかったやな。悩んや、何してるんやろ俺。でもで、まあその時何かって言ったらね、人のせいばっかりしてた、うん、で、あの時後輩のプリンセスキングというのは正直やめて、あの、ナレブロ行ったけどね。で、そいつと電話で俺が大阪におる時喋った時に、お前なんでやめたんや、愚痴言うのやったらやめた方がいいって思った。それで俺ハッと。それは何、背中を押したわけ。うん、一番はね。すべてに愚痴を、その店やってるのも愚痴ってたしね。なんでこんなんせなあかんねんとかね。ちょっとやめたらいいやん。確かに。え、な、なかなかな決心や。決心や、その店流行って客も抱えてて、うん、ほっとけば別にご飯も食べていけるやん。うん、それを捨てるのも怖い。まあ、まずは何かって言ったらやっぱ本能やの。俺体持たんって思った。あ、まあ僕生活が、うん、死ぬなって思った。でどうせ死ぬんやったらそこって思った。うん、まあ、生活か、や夜の仕事はしてたやん。いや、それがその目的がない体の弱っていき方ね。うん、生活に追われて酒で漏れて誰が怒ることもなし、だからこの東京来てなんか俺タバコなんかやめてやん。はあ、やっぱり最後一言誰かにポンって背中を押してもらう、その一言はその人の言葉、それが自分に刺さるか刺されへんか己のフィルターよ。刺されへんよとは何言うとんねんとか、はあ、みたいなことやから、うん、